は、美容家の夏美です。今回はキッチンから撮影をしています。今回はですね、私の日頃の食生活を Vlog にまとめていこうかなと思います。以前から食生活に関する動画を撮ってほしいというリクエストをいただいていました。私は普段はナチュラルオーガニックのスキンケアの魅力について発信をする活動をしているんですけれども、やっぱり美肌作りのためには、インナーケアってすっごく大事なので、私が日頃から気をつけていることをお伝えしていきたいなと思います。で、今回みたいに食事動画を撮るってなるとやっぱりちょっと張り切ってしまうところがあるので、今回は本当に気取らずに普段の食生活を載せたいなと思います。で、私は美容のためにもうガチガチのストイックな食生活っていうのはもう一切していません。なのでゆるっとご覧いただければと思います。で、これから夕飯を食べるんですけど、ちょっと作り置きもするので、今日の夕飯と明日の食事とかを取っていこうかなと思います。では早速夕食の支度をしていきたいと思います。まずは味付け卵を作るので、卵を茹でていきたいと思います。茹で卵ができるまでの間に野菜を切って漬物の準備をしていきます。漬物と味付け卵は作り置きのメニューとしては本当によく作っています。漬物にはお気に入りのうま酢を使っていきます。こちらのお酢は自然食スーパーの F&F で購入したもので、お野菜がとっても美味しくなるので、もう5回以上リピートしています。オリーブオイルと混ぜてドレッシングを作ってもすごく美味しいです。お酢だけだとちょっと味付けが物足りないので、塩昆布も入れてみました。入れ物はスタッシャーを使っていきます。スタッシャーはそのままレンジでチンができますし、冷蔵も冷凍も OK なので、作り置きの具材を保管するのにすごく便利です。お野菜は洗わずにそのまま使えるカット野菜も活用しています。カット野菜は時短になるので、料理を無理せず続けることができています。卵が茹で上がったので、味付け卵の準備をしたいと思います。私はシンプルにめんつゆに漬け込みます。基本的に調味料は自然食スーパーで購入したものを使っています。自然食のスーパーはお家のすごい近くにあるわけではないので、卵やお野菜、お肉などは家の近くの普通のスーパーで購入することが多いです。めんつゆも気に入っていて何回かリピートしています。よく使う調味料はすぐ使い切ってしまうので、毎回購入するたびにお高いなとは感じるんですけど、すごく味は美味しいですし、体にも優しいので無理なく続けていきたいなと思っています。先ほどのカット野菜をレンジでチンしてきました。こちらはビオセボンで購入した有機ナムルの素をあえていきたいと思います。ごま油も一緒にあえるとさらに美味しいです。このシリーズは有機塩キャベツの素とか有機きんぴらの素などいろいろな種類があるので、他のものも試してみたいなと思います。はい、作り置きが完了しました。で、この日の夕飯は作り置きと昼間の残り物をいただきたいと思います。こちらは長芋の照り焼きです。で、お米は玄米です。昼間炊いたものを保温状態にしていたので、それをいただきます。残りは冷凍しておきます。それから茶碗蒸しが無性に食べたくなったので、スーパーで買ってきました。
あとは作ったものを全部盛り付けて夕飯にしたいと思います。刻みネギは彩りを足したいときに便利なのでよく使っています。この日作ったものをちょっとずつ盛り付けていきます。最後に梅干しをのせて完成です。結構ボリュームがあるので味付け卵は翌日に回したいと思います。ではいただきます。この日のメニューは結構ボリューミーで食べ応えがあるんですけど、食物繊維が豊富に含む食材をいろいろ使っているので、お通じアップにつながるんじゃないかなと思います。結構お腹がいっぱいになったんですけど、食後のデザートもいただきたいと思います。この日は冷凍していたシナボンのミニサイズをいただきたいと思います。飲み物は紅茶にします。カルディで購入したひしわの紅茶です。ひしわの紅茶はいろいろな種類があるんですけど、私はミルクティーが好きなのでミルクティーに合うアッサムブレンドを選びました。ミルクは牛乳ではなくてオーツミルクで作りたいと思います。ビオセボンに行くとイソラビオのオーツミルクを必ず購入するんですけど、なかなかお店に行けない時は近くのスーパーでアルプロのオーツミルクを購入しています。はい、この日の食事はこんな感じでした。おはようございます。朝になりました。スキンケアまでして、ちょっと目を覚ましたところです。まずは白湯を飲みたいと思います。いつも朝ごはんはすっごく遅くって、朝ごはん食べた後すぐもうお昼ごはんの時間になっちゃうのですっごい軽めにしています。で、結構体が重かったり胃の調子が悪いなっていう感じだったら、こちらの美人研究所のマクロビオティックビューティーペーストを朝食の代わりとしていただいてます。私はこのままチューチュー吸って飲んでいます。あとは野菜不足だなって感じている時はこちらの青汁を飲んでいて、今飲んでるのはベジトレールかベジパワープラスを飲んでいます。これは朝ごはんの代わりとして飲むこともありますし、あとはお昼ごはんが結構パパッと適当になるときは野菜が不足しちゃうので、お昼ごはんと一緒に取り入れることもあります。それか、こういったプロテインをオレンジジュースとかに混ぜて飲んだりすることもあります。で、割としっかり朝ごはん食べたいときは昨日の玄米とかをこうやってちっちゃいおにぎりにして冷凍しているので、そういうものを食べたりとか、あとは昨日作ったゆで卵とかも朝食の代わりにしたりもしてますね。はい、そんな感じでやってます。で、今日はもうすぐお昼なので、お昼ご飯を早速作ろうかなと思います。で、今日は午後も家で作業するので、お昼ご飯も結構ゆっくり作る時間があります。では準備を始めていきたいと思います。はい、ではゆっくりお昼ご飯を作って食べたいと思います。前日に使ったカット野菜が残っていたので、これを使ってラーメンを作りたいと思います。
こちらは食べてだし麺というところのシリーズのラーメンで、ナチュラルローソンで購入したものです。私はこちらのホタテ貝柱だしの塩ラーメンがすごく大好きで、もう10回15回以上は食べていると思います。でラーメンはお家ではよくランチに作るんですけど、外ではあんまり食べに行かないですね。で前日に作っておいた味付け卵をラーメンの上に乗せたいと思います。長芋の照り焼きもまだ最後残っているので、それも食べきっちゃいたいと思います。で味付け卵は初めてスタッシャーで作ってみたんですけど、ちょっと潰れてしまったので、次回からは別の入れ物で作りたいと思います。はい、では簡単なメニューですが準備ができたのでいただきたいと思います。はい、野菜がたくさん取れてスープでも体が温まりそうです。ではいただきます。お昼ご飯がラーメンの時は結構もう夕方くらいにお腹が空いてきちゃうんですけど、でもお昼ご飯を食べ過ぎてしまうと午後のお仕事があまり集中できないので、結構これくらいがちょうどいいのかなって思ってます。でお昼ご飯を食べた後はお仕事のお供にコーヒーと、チョコレートをいただきます。はい、こちらはスターバックスのクリスマスブレンドです。ナチュラルローソンでお気に入りのストロベリー味のアーモンドチョコレートと一緒にいただきたいと思います。おはようございます。今日は食事 Vlog の最後の回を撮っていきたいと思います。昨日はちょっとバタバタしていて、お昼ご飯はレトルト食品だったし、夜ご飯は外食で、お蕎麦と天ぷらを食べたんですけど、全然野菜が取れていないので、今日は野菜スープを作ろうかなと思います。で昨日お惣菜パンを買ってきたので、これと野菜スープをランチでいただこうかなと思います。で残り物のお野菜があるのでもう全部入れちゃおうかなって思ってます。でビオセボンで以前購入したチキンコンソメ、こちらを使ってコンソメスープにしようかななんて思ってます。あとベビーリーフが若干残っているので、それも悪くなっちゃうからちょっとサラダにしようかなって思うんですけど、どうしようかな。このバルサミコ酢をかけていただこうかなと思います。はい、ランチの準備ができました。冷蔵庫の残り物でスープを作って、ベビーリーフとトマトが少し残っていたので、これをサラダにしたいと思います。ドレッシングはサチャインチオイルとバルサミコ酢を混ぜて作ります。サチャインチオイルはオメガ3系のオイルなんですけど、オイルの管理や摂取方法にあまり配慮が必要ないので、普通のオイル感覚で使えるのがすごく魅力的だなって思います。ヨーグルトにはいつもヘンプシードナッツをかけて食べています。で夜ご飯はかなり手抜きなんですけど、昼間の残りの野菜スープに冷凍の餃子、それから有機ナムルの素をあえたたたききゅうりをいただきます。こんな感じで私の最近の食生活 Vlog は以上になります。なるべく自炊は心がけているんですけど、忙しかったりすると、手抜き料理になっちゃったり、レトルト食品に頼ることもあるし、外食が続くこともあります。でなるべく自炊の時は、タンパク質とお野菜と良質なオイルを摂るように心がけてます。で私は腸内環境を整えることがすごく食事では大事だと思っているので、
便の状態とかを見て、お食事で取り入れるものとかを見直したりしています。はい、そんな感じです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。